このボックスアドバイスは投稿者個人の意見です。ですのでご理解とご協力をお願いいたします。はい、前置きがあったんですがやっていきたいなと思います。一番初めはなし汁さんですね。やっていきましょう。まあセイファーに関しては全体のキャラクターの方が多いんで、単体のまあ今ベティ最終再任してるんでレベリングしておくっていうのと、その後にカエサル育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。でまあその2体が育成し終わってから、クローを育成してジークフリート育成するっていう感じで、セイバーはいいんじゃないかなと思います。で俺がちょっと画像保存間違ったんでこっちですね。で、アーチャーに関してなんですが、まあエミア、全体で育成しておくっていうのと、まあ単体のキャラクターでエウリアで育成しておくと便利なんで、まあとりあえずこの2体育成しておくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。でまあこの2体育成してから、まあ、回避用で、ダビデとかいると便利なんで、まあそこら辺ダビデとか、まあ、タワラさんかがいれば便利なんで、まあその後その2キャラ育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で次ランサーなんですが、ランサーに関しては、まあ、単体のキャラクターがいて全体がいないんで、まあ、ナタ育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で、それ以外で言うと、まあ、単体のキャラクターもう1体作っといた方がいいとかになるんで、まあ、アナちゃん、フィン、まあ、コーレアの方育成する場合、そこら辺を育成するっていうのでいいかなと思います。で、ホッサン以下に関してなんですが、まあ、クーフーリン、途中まで育成できてるんで、育成してその後にまあヘクトールかな、うん、全体と単体1体ずつ作っておくっていうのがいいんで、まあとりあえずこの2体、ホッサン以下に関しては育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。なのでまあ、ナタ、アナちゃんでまあフィン、まあナタは絶対育成して、まあ、コーレア育成する場合アナとフィンで、先にテイレアの方を終わらせたいって思う場合はクーフーリン、ヘクトールを育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で次ライダーなんですが、まあアントワネットかな。アントワネットは強化来てるんで、あの今回の強化笛でっていうので、まあアントワネット育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。でアントワネット育成してから、まあ単体で牛若丸育成して、まあアレキサンダー、まあ、バフに寄らせたい場合アレキサンダー、周回に寄らせたい場合はメドゥーサっていう感じでいいんじゃないかなと思います。うん、まあ盾役はちょっと後回しでもいいかな。で、次キャスターなんですが、まあ玉元、ミドキャス、この2体育成しておくっていうのでいいかなと思います。でまあこの2体育成し終わってから、まああれかな、パラケルスとか、メディアさんを育成できたらいいんじゃないかなと思います。うん、あとまあ、あれだね、モーツァルト余裕が出たら育成するっていう感じでもいいんじゃないかな。で、次、アサシンなんですが、まあ、ステンノ様余裕があったら育成しとくっていうのもありだけど、攻撃の方に寄らせた方が多分、まあ、今はいいと思うんで、まあ、そのまま風魔小太郎育成してから、まあ、ジュアンの破産、戦筆ちゃんあたりを、育成できればいいんじゃないかなと思います。うん、それ以外で言うと、まあ、火力寄らせたかった場合、ケイカさんとか、だね。うん、そこら辺を育成していけばいいんじゃないかなと思います。で、次、バーサーカーなんですが、まあ、単体の方が多いのか。まあ、全体のキャラクターちょっと作っといた方がいいんで、まあ、スパルタクス育成できる場合しといた方がいいかなと思います。で、スパルタクス育成してから、エルバサ育成して、まあ、ダレイオスとか、エイリーク、まあ、タマキャとかでもいいんで、そこら辺を育成していくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。全体のバーサーカーはやっぱ周回とか、あとストーリー進めるっていうので使えたりとかするんで、まあ、そっちの方をちょっと優先して、育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で、サーヴァントで、まあ、ストーリー進める際、まあ、新宿以降なんで、まあ、何が使えるかっていうのなんですが、まあ、自分的に、テイレアで言うと、まずエウリアレはめちゃくちゃ使えます。で、あれだね、剣豪でタワラさんの魔性特攻を刺さるんで、まあ、アーチャーに関してはこの2体は使えます。で、セイバーはまあ、ベティいればいるから大丈夫かな。で、クーフーリン、
ランサに関しては空風輪、普通の空風輪やっぱ耐久力高いんで、使えます。でライダーで言うとまあライダーは特にないかな。でキャスターで言うとアサシン相手が結構出てくるとき、まあ不夜城だから、不夜城って何だったっけ、上がれたからへんで、パラケルスいると割と便利かなっていう感じかな。でアサシンはまあアサシンな、あライダー出てくるな。まあ風魔小太郎とか、まあもう一体単体で、火力、まあ沖縄がいるから大丈夫だと思うんですが、まあ風魔小太郎いれば大丈夫かなって感じかな。でバサーカーはさっき言った通り、まあ全体の防具、まあ特にスパルタクスは NP アップ持ってるんで、まあいいかなっていう感じかな。まあ、そこら辺を育成しておけばいいんじゃないかなと思います。以上ということで次の方行きましょう。次の方、神崎さんですね。やっていきたいなと思います。まずセイバーなんですが、まあ大体育成できてる感じだね。まあブレイリちゃん再臨素材がある場合ブレイリちゃん育成するっていうのでいいかなと思います。でまあそれ育成し終わってから、縦キャラの、デオンくんちゃん育成するもよし、まあバッファーのね、カエサル育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。まあ全体で、フェルグス育成するっていうのもありかな。で、次アーチャーなんですが、アーチャーは割といる感じか。まあアルジュナさん、まああとちょっとなんで最終サイリンはしておくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。でまあ全体単体全体全体単体単体って単体、うん、エミアか、アタランテ、このうちまあどっちでもいいんでどっちか育成するっていう感じでいいかなと思います。まあ自分としてはまあアタランテ途中まで育成してるんで育成楽っていうので、アタランテ先に育成するっていう感じでいいかなと思います。でまあそこのところ育成してからあれだね、アルテラの再臨素材がある場合アルテラ育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。うん、まあそれ以外で言うとまあインフェルノちゃんとか、ロビン、タワラさんら辺を育成できればいいっていう感じかな。まあとりあえず、アルジュナ、アタランテ、弓アルテラ、この3体は育成しておくっていうのでいいかなと思います。でまあそれが終わってからまあインフェルノ、ロビン、エミア、タワラさんみたいな感じで、流れていけばいいかなと思います。で次ランサーなんですが、あプニキに聖杯振ってるのか、なるほど。あエリちゃん、育成しといた方がいいかなと思います。うん、エリちゃん育成して、その後にまあ反対も割といるしな、まあジャガーマンとか、まあ、逆に弁慶盾役で作るっていうのでもいいかなと思います。まあランサーはぶっちゃけちょっと後回しでもいいかなと、うん、まあとりあえずエリちゃん育成してからまあ単体に行くか、まあコーレアのフィン先に育成しておくかっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で次ライダーなんですが、アストロフォが振られている。うん、あで単体、まあライダーイシュタルかな、再臨素材があれば。でライダーイシュタル育成してまあ宝具重なってる状況なんですが、宝具2かまあ3に危ない、レジライがなってた場合レジスタンスのライダー優先して育成するっていうのでいいかなと思います。でそれ育成してからメデューサでまあアーツとかでやりたいって思う場合ブーティカさん育成してって感じかな。で違う回復とかそちら辺のでやる場合黒ひげ育成するっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で次キャスターなんですが、あキャスターをほとんどまあこの中で言うとまああれかな、シェイクスピアとモーツワルト、この2体まあ育成しておけばいいかなと思います。うん、サポートできるキャラクターだね。でまあその後高難易度用でまあメッフィー育成しておくっていうのもありなんじゃないかなって感じかな。うん、まあ、キャスターは特に言うことないかな。で次アサシンなんですが、全体認可、単体でまあフーヤちゃん育成しておけばクイックのやつでバフできるんで、まあそうだね、フーヤちゃん育成するっていうのでいいかなと思います。でまあそのキャラクター、まあ、フーヤちゃん育成してからまあクイック系のあれだね、ケイカさんとか、それ以外で言うと佐々木小次郎を育成すればいいかなと思います。ただまあパライソとかね、なんかアーツのアサシンみたいなんでやる場合は、100棒を育成できる場合育成しておくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。
で、エクストラクラスなんですが、エクストラじゃないバーサーカーのクラスなんですが、まあ呂布レベル最大にしておいて、まああとはダレイオス育成して、エイリーク、カリグラさんっていう感じで流れていけばいいかなと思います。で、まあエクストラクラスは特に言うことないね。あ、新宿のワンワンが育成できてないのか。まあクイックっていう意味でクイックホーグの、アベンジャーっていうのはまあ珍しいんで、まあ余裕が出たら、まあワンワン育成しておくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。うん、まあそんな感じだね。以上ということで次の方いきましょう。次の方、アキラさんですね。やっていきたいなと思います。まずセイバーに関しては、まあ全体の方が多いのか、単体育成しといた方がいいと思うんで、まあランスロットとラーマくん、この2体育成すればいいかなと思います。で、まああれだね、ブレイリちゃんの素材がある場合は、まあランスロットとブレイリちゃんっていう感じでいいんじゃないかなと思います。まあそのキャラクター育成し終わってから全体のジークフリート行って、まあホッサンのベティとかカエサル育成すればいいんじゃないかなと思います。うん。で、次アーチャーなんですが、まあアーラシュは育成しといて損はないんで、まあ育成しといた方がいいかなと思います。で、まあ育成それ終わってから、まあ単体でインフェルノ育成するもよし、まあ周回で使えるアタランテっていうのでもいいかなと思います。うん、まあただどうだろうな、まあコーレアの方を進める場合そうなんですが、まあおっさん以下ってなった場合は、まあこの場合だとダビで育成してロビン、タワラさんっていう感じでいいんじゃないかなと思います。エウリアレはまあ一応オリオンがいるんで後回しでもいいかなっていう感じかな。うん、まあとりあえずアーラシュ育成してコーレアだった場合インフェルノとアタランテ、テイレアだった場合ロビンと、ダビで育成すればいいかなと思います。次ランサーなんですが、あ、全体の方が多いのか。まあ単体でアナちゃん作っておくっていうのでいいかなと思います。で、まあアナちゃん作ってから、まあクリティカルでも殴れる、黒槍を育成するっていう感じでいいかな。うん、で、まあその黒槍を育成してから、まあ単体でもう一体ジャガーマン作るのもいいんですが、レオニダスのバスターアップっていうのを考えて、まあ先に盾役のレオニダス育成するのもありなんじゃないかなと思います。うん、で、まあその次にクーフーリンぐらいかな。なので、まあとりあえず、アナちゃんとアナちゃん黒槍を、レオニダス、ここら辺が育成できたらいいんじゃないかなと思います。で、ライダーなんですが、アストロフォがいて、まあ盾役のゲオさん、まあこのまま盾役のゲオさんを育成するっていう感じでいいかなと思います。ただ単体の方が、いないんで、まあ牛若丸育成してからって感じかな。で、まあ周回で使う宝物庫周回するってなると、メドゥーサ割と便利なんで、まあとりあえず牛若丸育成してから、メドゥーサ、アレキサンダー、まあその後、ブーティカとかっていう感じで流れていけばいいんじゃないかなと思います。うん、まあそんな感じだね。で、次キャスターなんですが、ミドキャスは育成しといた方がいいかな。単体のキャラクターっていうのでミドキャス使えるんで、とりあえずミドキャス育成することをおすすめします。で、その後ニトクリスかな。うん、全体宝具で、即死で、あとスキル上げするとまあね、ガンガン宝具回せるんで、まあとりあえず、ミドキャスと、ニトクリス、この2体を育成すればいいかなと思います。で、まあその2体育成し終わってから、アンデルセンで回復薬育成するっていうのでもいいですし、まああれだね、キャスギルでアーツの補助っていうのもありかなと思います。で、ダヴィンチちゃんに関してはちょっと後回しでもいいかなと思います。うん、で、ホッサンで言うとパラケルスあたりが育成できたらいい感じかな。で、次アサシンなんですが、全体単体、まあ四季さんはそのまま育成した方がいいかなと思います。うん、で、まあ一応全体のキャラクターもう一体作っといた方がいいんで、まあ風魔小太郎を育成すればいいかなと思います。うん、で、まあそれが終わってから、まあサンソンで回復薬育成するっていうのでもありですし、まあクイックで、ケイカさんとか、育成するっていうのもありなんじゃないかなと思います。まあとりあえず、四季さんと、風魔小太郎、まあ、この2体は育成しといた方がいいかなと思います。
で、最後、バーサーカーなんですが、まあ単体本、ノップに聖杯振られてるのか、全体の宝具、全体宝具一体作っといた方がいいんで、まあダレイオス、スパルタクス、キヨヒっていう感じで流れていけばいいかな、全体に関しては。でまあ2体ぐらい全体育成作った後にバラキーちゃん育成してっていう感じかな。うん、それでいいかなと思います。でまあ呂布に関しては、まあ、全体の、バーサーカーが育成終わったらっていう感じでいいかな。うん、アステリオスも同じくっていう感じかな。以上ということで、そうだね、次の方行きましょう。次の方、ギルさんですね。やっていきたいなと思います。まずセイバーに関しては、まあ特に言うことないかな。まあフェルグス育成して剣じるっていう感じでいいかなと思います。まあ次。で、アーチャーなんですが、画質悪いのは多分俺が保存した状態が悪かったからかな。まあそれは置いといて、うん、まあアーラス最終再臨してるんでレベリングしておくっていうのと、まあそれが終わってから、フジノン育成して、ダビデさん、回避とカリスマ使えるダビデさんで、魔性特攻、マガタマ集めで、タワラさん育成してから小ギルっていう感じで、アーチャーはいいんじゃないかなと思います。次。ランサーなんですが、まあランサーも大体だね。あ、レオニダス、育成しておいて、盾役として作るっていうのでいいかなと思います。で、まあレオニダス育成して、全体の方が少ないんだ。その後に、まあ、ローマかヘクトール。まあ、ローマ途中まで育成できてるんで、ローマ育成して、また盾役に戻るか単体。まあ、盾役かな。弁慶、ヘクトール。で、バスターホーグのジャガーマンで、ディルムットっていう感じで流れていけばいいんじゃないかなと思います。とりあえず、レオニダス育成して、全体の星さん育成する感じかな。で次ライダーなんですが、うん、アントワネットかな。アントワネット宝具強化、されてるんでアントワネット育成して、その次に、タゲ集中持ってるゲオ先生育成して、最終再臨してるキャラクター、まあアレキサンダー、黒ひげ、ブーティカ、まあ流れは別に何でもいいんですが、そこら辺をレベル最大にしていくっていうのでいいかなと思います。で次キャスターなんですが、アンデルセン育成した方がいいかなと思います。うん、アンデルセン育成して、その次にパラケルッス、んでまあその後に、まあ、ジェロリンも育成するのもいいんですが、まあ、最終再臨してるキャラクター、まあ、モーツワルトとか、キャスジル、バベッツさん、そこら辺を育成できたらいいかなと思います。まあ、とりあえずアンデルセンとパラケルスかな。で次アサシンなんですが、全体2かで単体3、うん、あ、ケイカさん育成してる、あ、ジュワンかな。ジュワンのハサン育成しといた方がいいかなと思います。でまあジュワンのハサン育成してから、まあ一応サポートで使える風魔小太郎を育成して、まあチャージ弦とか持ってる性質で、その後百望っていう感じで流れていけばいいかなと思います。うん、そうだね。あ、けどまあ呪腕育成してから全体宝具よりも単体のアーツも1体作るっていうので、百望か性質ちゃん作るっていうのもありかなと思います。うん、とりあえず呪腕だね。で次バーサーカーなんですが、あ、バニアンの素材がある場合バニアン作っといた方がいいかなと思います。でなかった場合は別にいいかな。ですごい風。それが終わってから、まあ、全体の方で、まあ、ダレイオス育成して途中までのキヨヒ、そして呂布で落ち着くっていうのでいいかなと思いますぐらいかな。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございます。